常磐ホテルは、山梨県甲府市の信玄の湯湯村温泉にあるホテル。1929年開業の老舗ホテル。いわゆる、皇室御用達ホテルの一つで、太平洋戦争末期には、陸軍大学校の疎開先となったほか、戦後も、昭和天皇を、はじめ多くの皇族が宿泊している。そのため、甲府の迎賓館の異名を取る。また山口瞳、松本聖長、 イブセマスジなどの作家が、当ホテルを常宿としていたことで知られ、中でも離れにある、白根の間では、松本の波の塔の一部が執筆されたことで有名。なお、白根の間は2016年現在も現存し、一般からの宿泊予約も受け付けている。近年は、将棋、囲碁のタイトル戦の舞台に選ばれることが多い。古くは1954年に、 将棋の王将戦を開催した記録が残っている。2015年だけでも将棋の王座戦、竜王戦、囲碁の名人戦、棋聖戦の対局が当ホテルで行われている。中でも囲碁の名人戦については山梨県内で過去11回行われた全対局で本ホテルが舞台となっている。同ホテルでの対局は晩勝負の後半に行われる。 ことが多い傾向があるが、これはむしろホテル側から、帰船の担当者に、後半でも構わないと伝えている結果だという。系列ホテルに、同じ山梨県、伊沢温泉の伊沢時和ホテルがある。客室は、前後10室と少なめ。東館、西館、離れがある。約3000坪の広さを誇る日本庭園が名物で、米国の日本庭園情報誌、 ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニングが選ぶ、使用済ランキングでも上位の常連となっている。宴会場が充実しており、東館のコンベンションホール富士、西館の大広間、桜など、数百名単位の収容能力を持つ施設が複数存在する。その他、レストランカフェ、売店など、ありがとうございます。